日本関東地方東京都多摩市南の南のは東京都多摩市の地名。現行行政地名は南の1丁目から南の3丁目。郵便番号は206-0032。多摩市南部に位置する。多摩ニュータウンの第7から11十区で構成された東西に細長い町で地域の北端を南多摩うね幹線が通る。2丁目に京泉女学園大学。 一本杉公園、三丁目に、多摩市総合福祉、センターアクアブルー多摩がある。住宅地の地価は、2016年1月1日の工事地価によれば、南の二丁目七番三の地点で16万8000円、平方メートルとなっている。1973年12月1日に、町田市と多摩市は、多摩ニュータウン区域階を境に、境界変更した。この時、 町田市小野路町、上尾山田町及び下尾山田町の一部が多摩市に編入され、編入部分は多摩市小野路町、上尾山田町、下尾山田町となった。1から3丁目の大部分が多摩市に編入された小野路町から、3丁目の一部が同じく多摩市に編入された下尾山田町と落合から新設された。多摩市の南に位置すること、従前の地名である。 小野ろ町より、2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。3丁目の西部は小田急電鉄多摩線、唐木台駅が徒歩圏となっている。1丁目、2丁目は、たれ5系統 A65.66、た1.03系統で、長山駅や、 多摩センター駅に行くのが通常のルートである。ありがとうございます。